はい、皆様こんばんは。2021年5月の15日ボギーチャンネル、私才能ボギーテドコンでございます。さて、今日5月15日は、沖縄にとりまして特別な日であります。人によってはね、全然めでたい日と思わずに屈辱の日とか、第二の琉球処分の日なんてひねくれたことを言ってる人たちもいるんですが、私からするとね、祖国日本に戻ったね、本当にこういう記念日をなぜ沖縄中でね祝おうとしないのか、とっても私は不思議に思っております。今ね、チャイナウイルス蔓延で、確かにいろんなイベントとかできないと思いますけど、せめてね、県知事ぐらいは復帰して、ここまでね沖縄が、インフラ整備やいろんな面でね、多大なやっぱり恩恵を受けて発展してきたことをですよ、日本国民に対して感謝しますの一言ぐらいあってもいいんじゃないかというふうに私は思っております。正直言いまして、私ね、小学校確か2年生ぐらいの時に、祖国復帰をね、経験しました。私のね、この記憶の中では、学校でね、私その時祖国復帰とかそういったの全然わかんなかったんですよね。ただその前の年、1年生の頃から学校でね、日の丸の旗を作ったりとか、日の丸の歌、はい、白地に赤く日の丸染めて、ああ美しい日本の旗はと、そういった歌を、ね、一生懸命学校で習っていたんですよ、ね、ところが復帰の、ね、日、私の記憶では紅白のおまんじゅうをもらって、そしてこのメダルをねもらって帰った記憶がございます。このメダル、はい、表にはね守礼の門、そして裏には祖国復帰おめでとう内閣昭和47年5月15日ということで、返本と翻る日の丸がね書いてあるんですよね。ネットオークションなんかでね、沖縄祖国復帰記念メダルなんて検索しますと、いろんなメダルが出てきます。当時ね、こういった記念日とかなんとかの時には民間でいろんなメダルがね発行されていたんですよね。私の記憶でも海洋博の時でもいろんな民間のメダルがね、いろんなのがありましたけど、ただ国が作った本物の復帰記念メダルというのはこれなんですよね。ただこれはあまりにも状態がいいタイプでございます。当時ね、今49年前にもらった子供たちが保管してるとすれば、こんな状況になっております。長い年月を経て表面の金色がね焦って、この下地が銅なんですけど、その銅の色がねこうして出てきているんですが、こういった茶色っぽいメダルもですね、昔はキンキラキンにね光っていた、さっきのようなメダルになっていたということでございまして、この違いが49年の歳月を感じさせるかなと思っております。実はね、この時の学校の先生の話をね、ちょうど沖縄タイムズさんが載っけていたんでね、皆さんにご紹介をしたいと思います。これを読んで私ね、なんだこりゃと思ったんですけどね、これでございます。トン15日午前特設授業、変わらぬ現状、立ち上がる生徒。県内の小中高校では復帰を考える特設授業が持たれた。教職員らはすでに復帰記念メダルを生徒に配らないことで反対の意思を示すことを決めていたと。いやーすごいですね。ね、もう最初が渡す気は全くなかった。
ね、すぐに、ね、すでに復帰記念のメダルを生徒に配らないことで反対の意思を示すことを、ね、決めていた。じゃあ私をこの、ね、先生方に聞きたい。じゃあ復帰しないでアメリカの統治下のままが良かったんですねと。そうですよね、反対ということはアメリカの統治下が良かったということなんですかね。本当に呆れ果ててものが言えません。与那城村の宮城小学校では、はい、教壇に立つ上名鶴子教諭、いつもの朝と同じように宿舎から学校に向かった。特別な考えはない。むしろ施政権が返還され何も変わらない現状に怒りがこみ上げてきたということで、施政権が返還されたらすぐその日で何か変わるんですか、ね、日常が変わらなかったらすぐ怒っちゃう。やっぱりね、左翼の方々って怒ることがなんかルーティンワークなんですかね。いつも怒ってますよね、左翼っていうのは。いつもいつも誰かに怒ってて、誰かのせいにして、ね、自分のね、要求が通らなかった、差別だ、屈辱だ、ね、って言って大騒ぎをする。この人も、ね、復帰をして、政権が返還されて、何も変わらない。その朝で、何が変わるんですか？朝になったら花火でも上がったんですかね？いやー、違いますよ。ね、その復帰をして、その朝何も変わらないですよ。同じように太陽が昇るしね、満潮干潮は前の日と比べて1時間ずれますし、何も変わりません。しかしそれに怒りがこみ上げてきたと。いやー、新玉さんが書いてるように、怒ってないと死んじゃうのねということでございました。本当に不思議でございます。さて、朝のホームルーム、児童に復帰について話した。米軍基地は残る、悔しい。本当の平和憲法のもとに帰らないのであれば。子供たちからもおかしい、自衛隊には反対と反応があったということで、ほらね、沖縄の教育こんなことやってたんですよね。米軍基地は残る、悔しい。本当の平和憲法のもとに帰らなければと。いやいや、中学生でしょ。はい、宮城小中学校ね。なんで子供たちに自分のね思いをぶつけるわけなんですか。はい、米軍基地は残る、悔しい。なんでいつもこの人たち怒ってるんですか。本当の平和憲法のもとに帰らなければと。だって戦後戦争にならなかったわけでしょ。そして先生にこういったことを吹き込まれた生徒たちからは、おかしい、自衛隊には反対と反応があったと。はい、いわゆる自衛隊は軍隊であると。軍隊はね、人を守らないと。日本軍がいるせいで沖縄戦場になって多くの人たちが亡くなったなんて教えたんじゃないかというふうに私思っていますよ。さあ、続きでございます。はい、続きですね。この日学校は午前中で授業を終えたと。先生たちは那覇で開かれる講義の県民大会に参加した。不思議ですね。本当に新玉さん、人民解放軍には全く反対しないけど、日本とかアメリカには反対するんですよね。はい、自分がその当時今のようなね、はい、いわゆる喋るような立場にいたら、自分抗議集会に行って、じゃあ皆さんはアメリカの統治下が良かったわけですかと。ノーって言ったら、じゃあ日本に復帰して良かったんですか。ノーって言ったら、じゃあ何が良かったんですかって誰も答えきれないと思いますよ。大方琉球独立とか言いかねないですよね。はい、先生頑張ってきて、児童から激励を受けたと。もう先生頑張ってねって、どんなことをね、どんなことを子供たちに吹き込んだんですか。その頃知念高校で社会科を教えていた平教諭、社会科ですよ、また社会科
抗議大会に向けた校内の決起集会に参加していたと。なんで学校の中で決起集会してるんですか？なんで？おかしくないですか？もう本当にサトシさんおっしゃる通り、恥を知れということですよ。学校の中で決起集会をやっていた？よくもこう堂々と書けるなと思いますよ。決起集会ってこれ政治集会じゃないですか。ね、学校？なんで学校でこんなことをやるんですか？いや、おかしいでしょ。1966年の首里校勤務時に始めた 4.28、6.23 を考える統一ホームルーム。ほら、ね。ね、社会科の先生、沖縄の社会科の先生ってみんなね、こんな感じですよ。はい、4.28、いわゆる主権回復の日、これ屈辱の日と彼らは呼んでいます。6月23日は沖縄戦が終わったね、慰霊の日でございます。それをね、考える統一ホームルームっていうのをやらかしていたということで、当然ながら生徒たちに反日反米をね、徹底的に刷り込んでいたんだというふうに思っています。校内集会後バスで那覇に移動した。生徒の政治活動参加は認めないと国の指導はあったが、希望する生徒と一緒に向かったということで、何ですか、希望する生徒って。ね。希望する生徒、バカじゃねえのかって言いたくなりますよ。ね、当時の高校生に、ね、この東アジアの安全保障とかね、日本の防衛とかそんなの分かるんですか？自分たちにね、都合のいいことばっかり吹き込んで、ね、先生の言うことを聞いてたらいいように思われるからとか言ってついてったんですか？いや、本当に、おかしい。ね。はい。そして夕方、国際通りをデモ行進。生徒も自主的に加わった。これは恥ずかしいと思わないといけないですよ。先生方は。ね。自分たちの、ね、薄汚いイデオロギーでデモ行進してるのに、それに生徒たちが加わった。いやー、私がだったらね。はい。私がだったら、君たちはもっと勉強して大人になって本当に参加したいと思ったら参加しなさいって自分がだったら返しますよ。それをね、生徒も自主的に加わったって、自主的だそうですよ。普段からね、反日反米反ね、自衛隊、そんなことを吹き込んでいたら生徒もね、先生たちの味方するようになりますよ。ね。平良教員は子供たちを守るように隊列の外側を固めた。バカじゃないのと。なんで家に帰さないのって。先生も生徒も一つになり、抗議のシュプレヒコールを上げた。何を高揚感に浸ってるんですか？そう、カータンさんおっしゃる通り、帰らせろですよ。もう本当にね、生徒をこのように道具に使ってね、自分たちの薄汚いイデオロギーをね、はい、発用、イデオロギーの発用の道具に使って、何が先生も生徒も一つになり抗議のシュプレヒコールを上げた、バカじゃねえのって。カータンさんおっしゃる通りね、本当に本当の教職員だったら、君たちはまだ子供だと、大人になってこの復帰というのが本当に沖縄のためになったかどうかをね、もう一度考えて、その時に参加するしないを決めたらいい、今日はとにかく帰ってと言って返しました。自分が教員だったらね、もうとにかくついてくるのはね、ヤギだろうがね、猫だろうが犬だろうが生徒だろうが何でも OK。 いやー、本当に薄汚いですよね、左翼っていうのは。いや、これ聞いた時にもう私ね、本当に呆れ果てて物が言えない。よくもまあこんなことをね、やらかしてくれたななんてね、思っていますけど、新玉さんおっしゃる通り、その生徒の将来を何も考えていないと。まあこういった生徒は先生にね、まあかなり評価されて、もしかすると今頃弁護士とか公務員になっちゃっているんじゃないかなんて思ったりしますけど。ね。これってね、中東あたり、アフリカとかでね、子供たちさらってですよ。ね、スナイパーとか、
少年兵に仕立て上げてる連中と何も変わらないと思いますよ。どうですか皆さん。ね、アフリカなんかでは子供たちさらってね、少年兵に仕立て上げるじゃないですか。同じだと思いますよ。自分たちのね、この薄汚い本当に腐敗臭のね漂うイデオロギーの巣窟に子供たちをね使う、そしてその子供たちをね守るっていうふうに自分たちで高揚感に浸っている、バカじゃねえのなんて私思いますけどね。はい、カータンさん、ここから大人の時間だから帰りなさいとぐらい言ってほしいですねと。いやー、もう新玉さん、そうですね、もう道具なんですよ先生たちにとってね。生徒っていうのは都合のいい道具、まあ逆に盾になる。生徒たちも参加してるんだからと、自分たちのね本当にこのドブのような腐敗臭漂う、ね、イデオロギーを正当化するための道具にしちゃってるということでございまして、いや本当に下劣すぎますね。沖縄の教職員、今でもあまり変わらないと思いますよ。でもね、当時の子供たちこうですよ。はい、復帰、日の丸作ってね、一生懸命振って、私たちも日本人って書いてるじゃないですか。私たちも日本人、それも右から左に書いてますよ。まるで戦前みたいですよね。はい、ところが下の方は、下の方もね、オロク小学校っていうことで、後ろのフェンスがいかにも基地の近くだという感じですよね。いやー、すごいじゃないですかこれ。私たちも日本人と、真ん中に赤い日の丸ですよね、手作りの。そして石垣ではこんな感じ。はい、これ復帰の前に佐藤栄作総理が来た時に出迎えた子供たち、みんなで日の丸振ってますよ。一日も早く日本に帰りたいって言っている子供たちに、復帰後先生方は何を教えたんですか。復帰前にはこういうふうに日の丸振ろうってやってたのがね、復帰した途端日教祖のくそいまいましいね、薄汚いイデオロギーが入ってきたら、今度は日の丸はね、日の丸の白は白骨の白、ね、赤は血染めの赤、ね、君が代は天皇の名のもとに君たちを地球の裏側に送り込んで人殺しをさせる曲であると、こんなことを教えてるんですよ。さあ、当時の大人たち素晴らしいですよ。これ沖縄の政治家たちですよ、業界人、佐藤総理を囲んでね、皆さん、これ日の丸の鉢巻きですよ、日の丸の鉢巻き。今の国会議員や政治家でこれやる方々いますか。一人もいないでしょうね、一人もいないと思いますよ。こういうふうにね、みんなこの祖国日本に対する郷愁、そして母なる日本に抱かれたいというそういった思いがあった、そして日の丸すらね上げさせてくれない、抑圧された、いわゆる米軍施政権下でますます日本に対する思いっていうのがね強くなっていったんですよ。こういうふうに沖縄の政治家たちも日の丸やってました。本当に素晴らしい。そして当時、はい、当日このように那覇で復帰のね記念式典が行われ、県内のね政財界の著名人が集まり、万歳三唱ですよ。ど真ん中に掲げられてる国旗、今の沖縄県のイベントでこんなのないでしょ多分。いやー、本当にね、49年前の沖縄の人たちの方が今よりずっと日本人らしかったんじゃないですか。またそういうふうに思っています。で、街中もね本当に復帰をお祝いするようなこういった感じでございます。当時の国際通り、国際中央通り会と書いてますよね。祝5月15日日
本復帰、この手書きの横断幕、素晴らしいじゃないですか。車も来てますよね、非常にサニートラックからね、コロナからブルーバードからいろいろ映ってますけど、思いっきり右側通行、こういうふうにみんなで復帰お祝いしていたんですよ。そう、セイラさん、どこにも屈辱感なんてこれっぽっちも感じません。そのぐらいね、沖縄の人たちはこの復帰を心から祝ったんです。今沖縄の国際通りにこうして日の丸が掲げられるのを見たことある人います？私一度も見たことないですよね。沖縄で日の丸全く掲げなくなったのは復帰直後から入り込んだね、日教祖、いわゆる沖教祖ですね、の腐ったようなね教育、そのせいですよ。それがね、復帰49年もじわ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 と沖縄をね、蝕んでいった。だから私は何度でも言います。憲法改正の前にね、教育の改革をやりましょうよと。教育ってのは大事なんですよ。49年前、こんなにね、日本人らしかった沖縄県民が、今じゃ日の丸あげることすらやらずに日の丸を見たら顔を背ける人もいる。日の丸がかかってるお家を見つけるとみんなで集まって、あそこは右翼だよね、ひそ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 、右翼だよね、右翼なの、あ、右翼なんだっていう感じになっちゃうわけなんですよ。おかしいじゃないですかね。だから私はね、やっぱりこれから自分のね、一番のやっぱり政策としてね、すべてのやっぱり公務員の政治活動の禁止、特に公私にわたって禁止と。ね。これ絶対やるべきです。自衛官とかね、警察官だけじゃなくて、すべての公務員、国家公務員、地方公務員、特別公務員、公務員と名がつく方々は、公私にわたって一切政治活動禁止。禁止、罰則。もう強化。やった場合にはね、はい。厳重注意どころじゃないですよ。免職。免職する覚悟でやれと。そのぐらい法律作るべきですよ。ね。これ際とスメラギヤサカさん。広間を侮辱する奴は、断じて日本人じゃない。私もそういうふうに思います。はい。討伐は祝日に日の丸をあげてますが、右翼ですかと。沖縄の教職員に言わしてみたら右翼でしょうね。はい。新玉さん、最近右翼は貧困法制というイメージがある。沖縄のね、いわゆる右翼と言われてるあの外戦車に乗ってる若者たち。普段一生懸命仕事を頑張ってるね、気立てのいい連中ですよ。本当にね、真面目で礼儀正しくて、時々五穀神社で会いますけど、みんな礼儀正しくね、挨拶もするし、素晴らしい若者たちですよ、ね、ああいった若者たちやっぱりどんどん増えるべきだというふうにね、私思っていますけど。セイラさん、ブルーリボンは我らの署名活動はそれもやっぱダメっすかということで、学校の先生からしたらもう北朝鮮に対するね、そういった拉致被害者返せなんていう運動は、多分北朝鮮は拉致なんかしていないなんて言いかねないですからね。だって拉致のことなんか全く教えないですよ。ラプテンさん、問題なのは曲がつくのはどっちも合うということでございます。さあ、もう復帰でね、まあいろんな話をさせていただきましたけど、復帰でまたね、一悶着あったのがこれ。いやー、このワーゲンの形もかなり古い方のワーゲンですよね。手前は、これはあのコロナですね。コロナ。トヨタのコロナでございます。はい、奥に止まってるのは日産のサニーですかね。なんとなくわかるんですけど、これ、実は宜野湾の郵便局に並ぶ人たち、何をしに来たかというと、持っているドルと
それと日本円をね、両替しに来てるんですよ。ところが、実はね、このドルと円のレートっていうのは固定相場制で、1ドル360円だったんですよね、もともと。ところが、この沖縄の祖国復帰の時に、レートが変更になりました。なんと、5円か15円。1ドル360円が305円ぐらいに目減りしてしまったんですよね。この復帰という日を境に。そうですね、セイラさんよくご存知でございますね。まあこのプラザ合意っていうのもね、それと沖縄の復帰で巨額のやはりドルと円が動くということでね、そういったこともいろいろあったんじゃないですか。はい。まあこういう感じでね、沖縄の人たち、1ドル360円で買えてもらえると思っていたのが、まあ305円、15円ですか。ところが今は、カモメさんおっしゃる通り、110円前後ですよね。はい。ですから当時ドルっていうのは本当に強かったんですよ。ね、当時、日本円で360円っていうと、結構いい金額だと思いますし、沖縄じゃあね、この1ドルで1ポンドステーキ食べられたわけですからね。まあしかしね、こういうふうにプラザ合意などでね、沖縄の人たちは思いっきり私は損をしたんじゃないかななんて思っているんですけどね。まあそれからもう49年も経ってですね、はい、沖縄っていうのはどん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 豊かになりました。まあこの円とドルの交換レートがね、こういうふうに切り上げられて非常にね、辛い思いをしたことも、時が忘れさせてくれて、まあ、日本の、まあ、高度成長とね、ともに沖縄の方もどん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 、まあ、賑やかになっていきました。ただ、インフラが整備され、物が豊かになるにつれ、沖縄の人たちの心がなぜかゆとりがなくなり、そして、ギスギスした感じになってるのはどうしてなんですかね。金のない時の方がね、あの人々の心は温かく豊かだったような、そんな気がしますが、まあ、新玉さんおっしゃる通り、本土から変なものが入ってきた。それは左翼であり、そして日教祖というね、本当にこの日本をダメにするような人たちが教育現場にね、どん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 入ってきて不満を煽り、沖縄県民を分断。それは今にも続いているということでございます。まあそういったことを気づかせるためには、私たちがやっぱり情報をね、発信していく、そしてね、政治家になる、そして政治家にきちんとした政策提言をし実現をしていただく、そういったことをやっぱりやり続けることが必要ではないだろうかと思っております。ということで、今日は復帰49年目の日ということで、いろいろお話しさせていただきました。はい、いかがだったでしょうか。まあこういう感じで私は復帰してよかったと思ってる一人でございますが、ね、もし復帰に反対してた人たちがもし見ていたら、じゃああなた、アメリカの方が良かったの?と私は聞いてみたいなと思っております。ということで、今夜の放送、これにて、終了させていただきます。今夜もですね、皆さん長い時間お付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。明日もまた同じ時間からお送りしたいと思います。では、おやすみなさい。